はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。ブランディア続きやっていきたいと思います。装備をねちょっと軽く整えてきました。で、宝箱を見つけたんでちょっと持ってって、じゃあフィーナのところへね行きますかね。どっちだろう、こっちかな。あ、こっちじゃなかったですね。隣かな。こちら今夜半までに、準備終了予定。まあ今夜決戦ってことですかね。海と戦車隊ともに整備は7割終わっています。フィーナは、あ、ここですね。じゃあちょっと入ってみましょう。どんな感じなんだ。おお、あ、後ろのオウムみたいな、なんだろう。先ほど通りフィーナ少尉がお待ちです。ミューレン大佐の命令でフィーナ少尉の護衛を仰せつかっておりますので、申し訳ありませんが席を外すわけには参りません。なんだと。この鳥は人の言葉を覚えるんですよ。ほら、何か喋ってみろ。おはようって言ってみろ。ほら、何か喋れなかったら、何も喋れないなら、お前なんて用なしなんだぞ。用なし、お前用なし、用なし。あ、少尉に喜んでもらおうと思って連れてきたの。ミロイジャス、パラトチョーダ、こいつ人間の言葉覚えるんだぜ。クタベラでミューレン、ジャスティン様最高。あ、こっちがいいんじゃない。ジャスティン最高、ジャスティン最高。そうそう、その通り。ごめんなさい、一人で勝手に出てきちゃって、少し考え事してたの。ねえジャスティン、私姉さんと話がしたい。そうだよな、リンならきっと少尉なんて無茶なしなしにしてくれるよ。後から作戦司令室に来るって言ってたから行ってみよう。待ってよ、ミンクのコート、だけ装備をね整えてなかったんですよね。仲間じゃなかったんでね。あ、これ着れないのか。じゃあブーツだけ買っときますか。ちょっと移動が減っちゃうけど、まあ装備変えたんでちょっとセーブだけさせてもらって、そしたらこっちかな。あ、いました。姉さん、待っていたわ。フィーナ、あなたたちは席を外しなさい。は、それでは失礼します。フィーナ、あなたに話があるの。これまでミューレン大佐は精霊石をバール将軍に渡す前として来られたわ。そして大佐は今も不眠不休で軍の指揮を取っておられる。世界を破滅から救うために。けれど、どうした。あなたも知ってるわね。ガイアが復活した今、世界を救うには精霊石を砕くしかないってこと。
そのために私たちの力が必要だってこと。お願いフィーナ、力を貸して。私今こそ大佐のお力になりたいの。大佐が苦しんでおられる今こそ。ちょっと待てよリン、ミューレンはジール・パドンを見捨てるつもりじゃないのか。そんな作戦に力を貸せるわけないだろう。ジャスティンに言う通りよ姉さん。私ジール・パドンの人たちを助けに行くわ、ジャスティンと一緒に。ガイアの増殖の速度から計算すればジール・パドンはいつ襲われてもおかしくないのよ。そんな危険な場所にあなたを行かせるわけにはいかないわ。だからこそ行かなきゃいけないんだろう。世界を救うためにジール・パドンの人たちを見捨てるなんて、そんなの間違ってる。目を覚ませりにミューレンなんかの言葉に騙されちゃう。ミューレン様を悪く言わないで。なかなか難しい問題ですね。いつか大佐はおっしゃったわ。この母なる大地を守ることが私の使命であり願いなのだと。それがカウナウのなら私はどうなっても構わない。たとえ命を失っても。違うわ姉さん。姉さんや他のみんなの命と引き換えに世界が救われたって、それが何になるっていうの。俺たちは世界を救うために、救う前にジール・パドンの人たちを助けるんだ。行くぞみんな、ジール・パドンへ。自分が効力人であるということを私はずっと消してしまいたかった。知ってたんですね。この翼さえなければ今までに何度もそう思ったけれど、そんな私の翼を大佐は美しいと言ってくださったわ。この背中に、赤く輝く2枚の翼を。あの時大佐のお言葉に私が救われたように、今度は私が大佐をお救いしたい。とりあえずジールパドンに向かえば良さそうですね。じゃあ行ってみましょうか。人がいない？もしかして。どうしたジャス、急に黙り込んじまいやがって。いないねやっぱり。静かすぎる、静かすぎるんだ。物音一つしやしない。おい、まさかもうみんなくたばっちまったんじゃねえだろうな。それはありえません。ガイアが襲ってきたのなら町はその形さえも。とにかくギドたちが心配だ。早く様子を見。しまった、遅かったか。うわ、来た。これがガイアの力なのか。クソ、間に合わなかったか。まさかジール・パドンが一瞬でこんなことになるなんて。おいジャス、ここの連中、今ので本当にくたばっちまったんじゃ。とにかくみんなを探そう。来ないでーって。人がいる、向こうだ。あ、いた。さて、どんな感じかな。とりあえずコンボで様子を見ますか。ずっとね、あの水の
経験値をね上げるためにムーニャっていうのをね前回、撮影前にやってたんですね。甘いシャボン玉をひたすら使ってました。ずっとね回復でないとね水の魔法が使えないと思ってたんですけど、全員でこの水の魔法をね使ってたんですけど、まあ今回はもう撮影なんでそのまま行っちゃいますけど、あ、なんかやられたぞ。完成期限なんだ。フィーナが毒ってるな。危ないところを助けていただき本当にありがとうございました。みんなどうしたんでしょうね。あ、聞いてる聞いてる。やっぱりガイアにやられて。いいえ、ほとんどの人がモギ族の居住地に避難しています。私もそこへ向かっていたんですが、途中でモンスターに襲われていたところを助けていただいたんです。よかった。じゃあ見回ればいいんですね。その前に毒ってるので、なんか魔法でできたっけ。あった、解毒の力。あれ、解毒じゃないのこれ。じゃなければ何なんだ。これ復活でしょ。あれちょっと分かんない。あ、石にされてる。とりあえずちょっと街を回ってみましょうか。あ、ここまで来たんだ。来てくれたのね。姉さん、本日14時、作戦ナンバー01025発令。作戦名、大地に満ちるもの。フィーナ将尉、リン中尉、両名は軍事要塞 J3 番砲塔前にて命令あるまで待機。作戦開始時刻は。リン、姉さん分かってくれないのね。どうしても作戦を言いに来たんですね。これは命令よ、フィーナ。あなたはこれからミューレン大佐の指揮官に。いい加減に目を覚ませよ、リン。母ちゃん、助けて。おい、ジャス。話は後だ、リン。まだそんなこと言ってるのか、リン。この町の人たちを見殺しにはしない。俺たちはそう決めたんだ。どこだ？どこですか？あ、これがそうなんだ。この変な太いのが。あったあった、ここだ。状態異常になってんだけどな。どうやって直すんでしょう。
でやられたんだよな。あラップもなっちゃった。呪われてるっぽいような、そういう状態上なのかな。大丈夫かちびすけ、怪我はねえみてえだな。ここはなんか、あなんか来た。おジャス後ろだ。こいつ生き返りやがった。そう、あなたたちにはガイアは倒せないわ。ガイアを倒せるのは戦うための翼を持った私たち攻略人だけなの。倒したの。分かったでしょう、フィーナ。私たちが存在する理由が、私たちはガイアと戦うために生まれてきたのに。大佐が待っていれば、さあ行きましょう、フィーナ。待てよ、リン。お前、この町の人たちを見て何とも思わないのかよ。ミューレンの作戦だか知らないけど、ジール・パドンも救えないで、世界なんか救えるわけないだろう。誰かが犠牲になれなきゃ幸せになれないなんて、そんなの嘘っぱちだ。違うのよ、ジャスティン。大佐は、ミューレン大佐は、残された可能性に、おーやられてるぞ。ここにいたんじゃやばいんじゃねえのか。このアマ、俺たちの村をめちゃくちゃにしやがったんだぞ。そんなこと言ってる場合かよ。それに俺たちリに助けられたこともあったろう。複雑な気持ちですね。よかったな、フィーナ。この避難所に医者がいてくれて。リンさん、気を失っているだけのようですね。お医者さんが直に気がつくはずだって言ってましたから。姉さんを心配してくれてみんなありがとう。ラップも本当にありがとうね。緊張してる。あとはガイアか。どうにかしないといけないんだけど、倒しても復活するんだよな。リンさんが言ってました。ガイアは攻略陣でなければ倒せないと。私もそう思います。でも私は姉さんのような力は、くっそ、どうすればいいんだ。どうすれば、死ぬのを待つしかないってことだろう。へ、奴らがここへ攻めてくりゃもうおしまいさ。虫けらみたいに殺されるんだ。待ってくれよ、みんな。なんで諦めなんだよ。何にもしないで諦めるなんて、そんなの最低じゃんか。この町は俺たちが守る。絶対にみんなを助けてみせる。だからみんなも諦めちゃダメだ。あ、来た。よかった、ここはまだ大丈夫みたいだ。あれ、赤毛の冒険者さん、どうしてここに。もしかしてここに立ち寄った時に巻き込まれたの。いや、ジールパドンがガイアに襲われるって聞いたから急いでやってきたんだ。え、じゃあもしかしてこんなにひどいことになっている中を駆けつけてくれたの。当たり前だろ。だけどさ、間に合わなかった。ごめんよ、ちっと。そんな、謝らないで。頼りになる長老が、よその町へ買い出しに行ってていないから。どうしたらいいのか分からなくて。だから私、みんなが来てくれただけで心強いわ。よかった。ギドは無事なのね。安心してる場合じゃないわ。化け物の数がどんどん増えてきて、きっともうすぐここも。
諦めちゃダメだ、ここには来させやしない、奴らからみんなを守ってみせるよ。ですがジャスティン、ガイアは効力陣の力を使わない限り何度も復活してしまうのですよ。効力陣の力、姉さんが言ってた戦うための翼、戦うため、ジャスティン、私は戦うための存在なの。姉さんみたいな力も使えずにいるのに。私は守りたいと。ジャスティンを、リン姉さんを、ここにいるみんなを守りたいの。お、翼が出てきた。緑色ですね。しかも形が違う。翼が、光の翼が。フィーナさん、今あなたの中で新たな力が芽生えようとしています。そう、それは思う力。かつてガイアを封じ込めた効力陣でさえ手にすることのできなかった力。そしてその力を解放するために必要な何かをあなたは掴もうとしているのです。まだ中途半端ってことなのかな。思う力、間に合わないんじゃないのか。なんだ、ああ違った、あれだあれだ、あの光だ。あいつに当たると石にされちまうんだ。今全力でガイアを倒すだけだ。行くぜみんな。姉さんは、呪われたの直してくれませんか。直してはくれないようだ。回復だけして、行きますか。セーブポイントみたいのはないのかな。これ以上いけないもんな。ここがいける。回復をしたいんだけどな、できなそうですね。それらしき場所もないから、このまま行くしかないかな。お、来た。来やがったぞ。覚悟はいいか、ジャス。倒すのはいいんだけどね。また復活しちゃうっていうね。あれ全然攻撃入んないじゃん。じゃあラップさん、ちょっと、ディガン入れさせてもらおう。ジャスティンでもほとんど入んないかな。なんかすぐ呪われるぞ。リエーテは赤い衝撃いってみましょう。行きますよ。
ジャスティンも、V スラッシュ行ってみる。ここは思い切って一番強いやつ行ってみますか。これまだマックスになってないんでね、使いたいとこですよね。ラップは、瞬殺剣。瞬殺剣ってどうなのかな、ダメージ与えるかね。あ、なんかガスを発したぞ。覚悟しろよ、これで決めてやる。一発でぶっ殺す。フィーナさん、もう一回ディガンを。私たちを守って。消えては念のため回復入れとこうかな。神の祝福を。攻撃受けてからが良かったな。回復、どんな攻撃してくんだろう。ちょっとしたボス戦みたいですね、こいつは。じゃあもう一回天地雷鳴拳。天地人命拳だった。ラップさん、もう一度瞬殺剣を。一発でぶっ殺す。あ、入んなかったね。大して入らないのか。しょうがない。じゃあこれで。じゃあリエーテも、どうしようかな。こっち行きますか。デズ、うわ、なんかすげー来た。万物の神の力を。ジャスティン、もう一回いけるかな。天地神明拳だね。覚悟しろよ、これで決めてやる。押し倒したかな。次から次へと。やっぱキリがねえぞ。おい、どうすんだジャス。ここで引くわけにはいかないんだ。生き残った人たちを守るために。くっそ、何度でもやってやら。そういうわけにもいかないだろう。ジャスティン、私と一緒に強く思ってみんなを守ると。ガイアに負けないと。これで倒せるの。ジャスティン、フィーナ、あなたたちの力は違うの。おい、ジャス、ほら聞こえてんだろ。おお、勝手に進んでます。このバカ、いい加減に目覚ませってんだ。え、どうなっちゃったんだ。ガイアどうした、大丈夫か。フィーナ、フィーナ倒れてる。この町を襲ったガイアは全て活動を停止しました。おお、フィーナさんの中に芽生えた新たな力によって。ジャスティン、フィーナ、リーン、
私、謝らなければいけない。この町を見捨てるという作戦をあなたたちに押し付けようとしたことを。そして感謝しなくてはいけない。次に私が進むべき道を示してくれたことを。私は大佐のもとへ帰れば、あなたたちは軍に動きがあるまでこの町から出ないでいて。あとは私に全て任せて。さようなら、ジャスティン・ピエ。さようなら。まあ、とにかくよ、ガイアも倒したことだし、めでたしってとこだな。ガイア自身は倒してないんじゃないのか。モゲ族の連中がよ、俺たちにテントを建ててくれたんだと。ラフェーヌの出口のそばにあるらしいぜ。派手なテントだから一発でわかるさ。とりあえずそこで厄介になろうや。ラフェーヌの出口。私、少し疲れたわ。行きましょう、ジャスティン。さっきのとこ？ラフェーヌのってのはどこなんだ？おお。親子3代続けてきた店が潰れちゃった。から行くのかな。外出れました。出てだけどどこにも行けないから、ジルパドンの中のどっかにあるのかな。あ、これテントって、モゲ族が用意してくれたテントってのはここだな。ガイアの野郎はぶっ潰してやったんだ。ここで俺らも一休みしようぜ。どうなった？あ、来た。なぜ一人で戻ってきた、リン。お前の任務はフィーナを説得し、我々の作戦に参加させることだったはずだ。ミューレン大佐、私たちは間違っていたのではないでしょうか。どういう意味だ。私の、いえ、紅翼人の力ではガイアを倒すことはできません。ジールパドンで人々を守ろうとしたフィーナの力は、私の力とは明らかに違っていました。あれは、紅翼人の力ではなかった。もっと、ずっと大きな。世界を救うために、今本当に必要なのは、フィーナとジャスティンが見せたあの力なのです。私たちも、それを探すべきではないでしょうか、ミューレン様。分かった、リーン中尉。それでは作戦に変更はない。明朝までに何としてもフィーナの協力を得るのだ。いいな。大佐、お願いです。私の言うことを分かってください。何も分かってないのはお前の方だ、リーン。もはや夢物語を追っている時間はない。ガイアに対抗するためには二人の紅翼人の力が必要なのだ。それ以外に世界を破滅から救う方法はない。それが分からんのか。ですが、我々は皆罪深く愚かな存在だ。この母なる大地に生きる資格などないのかもしれん。だが、たとえこの世界が罪に満ち溢れたものだとしても、私は
それを守りたいのだ。お前なら分かってくれるはずだ。お前の背に光る光翼人の翼は罪の象徴でもあるのだから。私の翼が罪の象徴。力を貸してくれ、リン。我々には光翼人の力が必要なのだ。お前とフィーナ、二人の力が。わかりました、大佐。明朝、予定通り。それでこそ私の副官だ。頼むぞ、リン。私の中に大きな力がある。だけど私、その力をどうすればいいかわからないの。ねえ、教えて、ジャスティン。どうして私たち光翼人は生まれたの？姉さんの言うようにガイアと戦うためなの？それとも。ごめん、フィーナ。それは俺にもわかんないよ。そりゃそうだよね。でも大丈夫だって。軍にもガイアにも大きな動きはないし、まだ考える時間はあるさ。おい、ジャス、ガーラエルの連中が東に向かって動き出しやがったぞ。なんだって、軍の作戦はフィーナがいなければできないはずじゃなかったのか。まさか姉さんは一人でガイアに。お願い、ジャスティン、姉さんたちを止めて。ルゼット山脈を抜けて、軍事要塞 J 行くぜ、みんな。コンディショングッドになってますね。治ってる。ん？これはモンスターにガイアの影響が出始めています。モンスターにガイアが影響、どういう意味だ。ガイアの持つエネルギーは他の生物に入り込み、その生物をガイア化してしまうのです。手強くなってってことか。ガイアは進化する怪物なんです。その前に止めなければ。とりあえずセーブポイントあった。まあここで今回は終わりにしましょうかね。キャンプ地へもう一回行かなきゃいけないってこと。キャンプ地っていうか J に行かなきゃいけないのか。さて、大変なことになってきましたね。どういうふうになっていくんだろう。軍に協力するのか、フィーナの力が発達するっていうのかな、大きくなるのを待つのか、両方なのか、どういうことなんでしょうかね。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。